上大,峠上大峠上大峠上大峠は、山形県新城市赤坂と、同県最上郡金山城上大とを結ぶ峠で、ある。標高195メートル。三つの小丘陵が連続する道であるため、三坂峠とも呼ばれる。競技での上大峠は最も金山寄りの丘陵場だが、市長協会は、中央の丘陵場にある。宇街道の一部であり、江戸時代には、 では各藩の三近郊代路として使われた。1878年に東北、北海道を旅したイザベラバードは、新城から上大峠を越えてたどり着いた金山の風景を絶賛している。1880年、初代山形県令三下道常により、県内に多数あった交通の難所とともに上大峠も改良が行われ、幅島の振動が作られた。これによって、 人々の往来や物資の輸送が活発化した。翌1881年には明治天皇が東北行工事に通過しており、城大地区の旧地下をかけに記念碑が残されている。大宇本線が開通すると交通の主役は鉄道となり、一時道路交通は衰退した。戦後に作られた国道13号は本来の上大峠より西側を迂回しているが、こちらも 上大峠と呼ばれることがある。現在旧道は未舗装の農道となっている。車両でも通行は可能だが、道幅が狭く四輪車のすれ違いは困難である。ありがとうございます。